ガレリウスの効果。ガイウス・ワレリウス・マクシミアヌス・ガレリウスは305年から311年まで在位したローマ皇帝である。ガレリウスはダキアの首都セルディカの近くに生まれた。父は名前は明らかになっていないが、ドラキア出身の牧夫という身分が判明している。母はロムラという女性だった。父と同じく牧夫となり、アルメンタリウスという名字を名乗っていた。 やがて軍人となり、アウレリアヌスミカドやプロブスミカドといった皇帝の下で名を挙げている。そして、293年にテトラルキアが開始されるとき、コンスタンティウス・クロルスと共に副帝に任命された。このとき、ディオクレティアヌス帝の娘、ウアレリアを妻に迎え、同時にイリュリア属州を任された。296年、サーサーアン・アサトの開戦にあたり、ガレリウスは、 ドナウ川領域からユーフラテス川領域へ持ち場を変えた。彼の最初の戦役は壊滅的な敗北に終わり、メソポタミア地方を失うことになった。しかし、297年にはアルメニアの山中を通して軍を進め、ナルセ一世に対して決定的な勝利を収め、ナルセの高級を含む膨大な戦利品を手に入れた。ガレリウスは有利な戦況を推し進めて、 首トクテシフォンも占領した。二百九十八年にナルセは降伏したため、メソポタミアはローマの支配下に戻り、さらにチグリス川の東の一部地域までもローマの支配下に置かれた。ローマ帝国が東に半島を最も広げたのはこの時である。三百五年、ディオクレティアヌステイとマクシミアヌステイの退位に伴い、ガレリウスは同じ副帝だったコンスタンティウス・クロルスと共に、 すぐさま政帝の座につき、忠実な召使いだったフラウィウス・はレリウス・セベルスと、老いのマクシミヌスダイヤを、副帝の位につけた。これによってガレリウスは、いずれ、コンスタンティウスが亡くなる時に、全ローマ帝国のただ一人の支配者となろうと、狙っていた。彼は、コンスタンティウスの息子、コンスタンティヌスを、東のガレリウス宮廷に客として招き、さらに自らの地位を固めた。 テッサロニキのガレリウス外専門しかし、コンスタンティウスがヨークで亡くなると、コンスタンティヌス一世はすぐに皇帝の座を継ぐと宣言し、また、マクシミアヌスとその息子マクセンティウスは、イタリアで共同皇帝になると宣言したので、ガレリウスの目論みは崩れた。307年にイタリア侵入に失敗した後、ガレリウスは友人のリッキニウスを聖帝の位に昇格させた。 自身の野心も薄れたので、母、ロムラを叩いて建設した都市、フェリックス・ロムリアナに引退し、その後の数年の余命を、喜びを味わい、いくらか公益のある仕事を行うことに、捧げた。311年5月5日に死去した。エウセビウス著書、教会史の記載によると死因は、ゾッとするような病気で、おそらく大腸がんのようなものと思われる。教会史には、 以下のように記されている。何の前触れもなく、彼の正紀の真ん中あたりが腫れて海崩れ、ぽっかり深い穴が開いた。それは、体の奥の奥まで達しており、手の施しようがなかった。やがてその穴から言語を絶するほどの大量のうじが湧き、吐き気を催すような匂いが漏れてきた。過食のせいで肥満していた彼の体は、病気になってから、一層締まりのない巨大な脂肪の、 固まり溶かしていたので、間もなく肉が腐り出すと、禁止するものがお吐としたくなるほどのおぞましい姿となった。実際、医者の何人かは、凄まじい悪臭に耐えられなかったため、その場で処刑された。今や彼の全身は膨れ上がり、到底回復するとは思えない状態だった。その他の看護人も、もはや看護することができず、容赦なく死刑にされた。ガレリウスは、 ルーマニアの宗教的な民謡に歌い継がれている。ディオクレティアヌス帝が統治した期間、キリスト教徒は概ね平穏に生活できた。303年2月24日の布告によって、キリスト教徒の迫害が始まったが、キリスト教徒の伝えるところでは、これはガレリウスの政策という。この迫害では、反政府的な秘密集会の恐れがあるとして、キリスト教の集会所が破壊された。 テッサロニキのガレリウス外専門の拡大303年の布告以来、ガレリウスはキリスト教徒の迫害に固執した。しかし、311年4月、ニコメディアにて最後の病気が発している時に、彼は自分とリキニウスとコンスタンティヌスの名のもとに迫害を解除する布告を発した。キリスト教の恐怖、ラクタンティウスは迫害者の悪い末路を表した教懸年代記。 迫害者たちの死に、この布告の文言を記している。この布告によって、公式なキリスト教徒迫害は終わった。ラクタンティウスによると、ガレリウスは、自らのダキア人としての自覚を肯定し、また、彼は、ローマという名前を敵視すると公言した。彼は、帝国の名は、ローマではなく、ダキア帝国と呼ばれるべきだ、と述べた。また、ガレリウスは、最高位に上るや、 イナや反ローマの態度をさらけ出し、2世紀前に、トラヤノステーがダキアを征服してダキア人を礼遇したように、ガレリウスも征服者が非征服者を扱うかのように、ローマ市民を手荒く冷酷に扱った、という、ありがとうございます。